よくには言えないんだけどさ、もう結構使っちゃったのよ。今月ピンチでさ。いくら？5万ってこと？いや、ちょっと、50。50？ うん、50。終了。さあ、始まりました。少量チャンネル。翔太です。りょうです。少量です。はい。というわけで、今回は、親友のつーちゃんにお願いして、翔太にドッキリを仕掛けたいと思います。いけるかな？いけるよ。いけるかな？このドッキリ。いける？いや、うちらのさ、演技力にかかってるからさ。いや、そうなよ。俺、演技大嫌いじゃん。そうだった。福岡の事務所時代、ほんと憂鬱だったもんね。懐かしい。元気です。やったわ。もう頑張るよ。はい。で、今回のドッキリなんですけれども、僕の親友のつーちゃんが、もし、翔太に50万円貸してって言ったら、貸してくれるかどうか、検証したいと思います。イエーイ！絶対無理絶対無理やん。いやー、どうだろうね。友達に50って絶対無理じゃない？いや、俺だったら絶対貸さないもん。絶対貸さない。俺、だってりょうくんに言われて、うん、50きついもんな。いや、きついよね。ね、普通にきついよ。うん、いや、きついきつい。でね、昔、僕が、ゲームの課金をしすぎて、あ、見た見た。お金がないから、うんうん、お金を貸してってね、言った動画を上げたんですけど。あれ、いくら？いくらで言うか。確かね、あれ10万とかだった気がする。今回はね、ね、その5倍だから。え、でも翔ちゃんは俺に甘いからね。あー。そこに付け込んで。ほんと？うん。いけるんじゃない？いや、ダメ。ダメっていうのもおかしいけど。なんかね、それでいいよって言ったら、いいね。それはそれで、ってなるけどね。そういう結果になるか、楽しみにしていてください。では、レッツゴー！ひょにょ。あれ、これビールまだ入ってるか。これなんもないってけど。あ、なんか持ってくる。うん。なんか欲しいな。え、一旦男梅飲んどく。あ、飲む。じゃあ冷えて、あ、氷入れようか。そうしたら、ありがとう。何？何？見たらいけんの？見ない。普段見ない。何言って。普段見ないもん、こいつ。そんなことないんやけど。本当に。ずっと見てるんやけどね。嘘をつく。翔ちゃんのことね、ちょっと見たらさ、ああ。何って言ってきたけんさ。ひど。嘘じゃん。ねえ。ほとんど見ないよ。あの時。まあ、ほとんど見てないけどね。ほとんど見てない。あ、美味しい。なんかそういえばさ、つーちゃんなんか最近さ、うん、なんか新しいゲームの機材買ったとか言ってなかった？そうそうそう。いろいろね、ちょっとずつ揃えてはいるんやけど。何のゲーム？ゲームはいろいろしようと思って、うん、まあいっぱい買ってる。そうなの。借りたり買ったり。結構あれ？高いんじゃないの？そういうの。まあそうね。まあピンキリやけどね。え、いくらぐらい？まあまあ、言えない。な？何それ、どういうことよ。ひょにょ。いくらなら、でも大体どうだろう。ええー、もう俺ゲームわかんないから。俺もわかんない。わかんないでしょ、うん、でもなんか普通にさ、なんかハードとかでさ、5、6万とかじゃないの。あ、でも高い。まあまあ、そうそうそう、ハードはね、高いよね。5、6万ぐらいするけど、そうなの。周りの機材がさ、ちょこちょこね。なるほど。子供が買える金額じゃないよね、もうなんかそうなるとさ。確かに。小さい時とかさ、何？お年玉もらってさ、うん、買っていったのにさ、もうそんなレベルじゃないじゃん。うん、もう、どんどん高くなってってさ。そうね。ね。そういうネットもないとさ、できないからね。そう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 。そう考えたらね、お金かかるよね、今ね。確かに。だって、ゲームボーイとかだったら、そんな、1万もしなかったよね。そんな安かったっけ？いや、当時は結構したっちゃう。そう、そんな簡単にも買ってもらえないやっぱ金額だったよ。ねえ。うん。そんなせんかと思うけど、本体は結構したね。そうかな。うん。終了。なんかさ、おつまみ欲しくない？おつまみ欲しい。欲しいってよ。だよね。ちょっと俺、買い物、買い出し行ってこうかな。ちょっと二人ゆっくりしといてよ。あ、いいよ。行くよ。あ、いいよ、いいよ。たまには行かせようぜ。たまには。行ってこいよ。いいよ。あれ？美味しいの買ってこいよ。わかった。ありがとう、ありがとう。じゃあちょっと、ちょっと行ってくるわ。うん。ありがとう。気をつけて。うん。ああ。美味しい。どう、最近飲んでる？
飲んでるよ。休館日ある？休館日。あるあるある。なんか、前の日いっぱい飲んだら、あ、でもなんかね、飲まなくても結構平気な時は平気だから。あ、そうなの？うん。飲まなくても。一人だったら飲まないかな。うわ、飲んでばっかや。いいんじゃない？ストレスとさ、日々の。あんまないよ。いや、あるよ。あるある。ほんと？いや、なんかさ、意外にさ、ないように思われるんやけど。いや、そんなことはないけど。相当あるのよ。ギリギリで生きてる。俺は。ギリギリでいつも生きてるから。大変よ、もう酒か、ゲームやん、俺は。ストレスさ。そうそうそう。最近頑張ってゲーム配信もしてるからさ。いいね。そうそう。結構きついっちゃうな、でも。機材がさ、翔ちゃんもそうだけどさ、高いやん。そうだね、高いよね。結構高くてさ、結構使っちゃったんだよね。まあでも、そうね、最初に結構いいやつ。投資と思ってさ。使った方がいいと思う、やっぱり。結構投資と思ってさ、ちょっと買いすぎちゃってさ。よくには言えないんだけどさ、もう結構使っちゃったのよ。あ、そうなんだ。そう。だからさ、ちょっと、今月ピンチでさ、あら。もう、仕事してるじゃん、俺。もうさ、請求書見たらさ、マイナスなわけよ。今月の生活費が。でさ、ちょっともう、りょうくんに内緒なんやけどさ、ちょっときついなーって思っててさ、あんま二人に迷惑かけるのもなーって思っとんやけど、なんか相談できる人がさ、あんまおらんやん。俺ね。引きこもりやし、ちゃんと一緒に。一緒一緒一緒。なんかお前、なんかこう、こういうの言えるのなんか翔ちゃんくらいしかいないなと思ってさ、まあまあ、無理のない程度でいいんやけど、なんかちょっと今月、お金貸してもらえたらなとか思うよね。俺が？ちょっとりょうくんには言えんのよなー、なんか、恥ずかしいというか、もう長いじゃん。もう俺ら、関係が。いくらぐらいなの？ちょっと引くレベルないよね。結構引くかもしれん。いくら？ 5 万ってこと？いや、ちょっと、50。50？ 50。今月だけってこと？それは、なんか、継続的に、なんか、いろんなやつも。いや、そうそう。もう本当はもっとあるんやけど、とりあえず今月50足りんくて。なんでそんな、なんでそんなしちゃったのよ。いや、どうなんよ。なんかさ、いや、そうなんよ。なんかさ、俺もね、なんかさ、もっとこう、いろいろしたいなっていう欲が最近湧いてきて、まあゲーム配信だけなんやけど、なんかもっと、なんかより良い、ないかなっていうのでさ、あれがいいよ、これがいいよみたいなゲーム配信してる人に聞いて、いろいろ揃えたら、そう、ぐらいいっちゃって、そう、もう、で、そう、で、と、家賃も、あ、そうね。本当は、3ヶ月ぐらい滞納しててさ。そうなの。そう。で、その、来ちゃって、その、大家さんから手紙がね。で、とりあえず、そう、家賃払わな、追い出されるけんさ、ちょっとなーっていう。いや、本当はこんな飲んでる場合じゃないんやけど。いやいや、それは別にいいんだけど。そう、だからね。ちょっと、すぐね、頑張って働いて返すつもりではあるんやけど、もしよかったら、どうかなぁと思って、そうね。あ、全然いいんだけど。全然いいんだけど。ほんと？いいよ。なんか、え、足りるの？逆に。なんかさ、そういうのって、なんかお金貸してほしい人って、結構その、あの、もう最小限のぐらいしてしか言わないじゃん。本当はもっとこんぐらい必要だけど、最小限こんぐらいでしか、これで足りるからとか言うじゃない。本当に50で足りるもんなの。いや、そんなん、なんか甘え出したらきりないじゃん。でもそれは別に、返すんでしょ？返す。いや、それはね、それはね。いやだ、言うくない別に。なんか、まあでもその、寮に言いたくない気持ちも、まあわかんなくもないし。いやでもこれもう、いや50でも結構引くやん。まあまあまあ。その友達にお金借りるのにさ、50だよ。なんかその友達でも結構その、本当のなんかなんていうのかな。
なんか急に切れるような友達とかだったらまた話が変わるかもしれないけど、まあまあね、別に家とかも別に何でも知ってるし、ならば別にさ、いいかなと思ってるし、別に逃げるつもりもないだろうし、なんかあるじゃない。俺も結構そのお金で悩んできたこともいっぱいあるから、お金がない時って本当に辛いし、まあしかも僕、そのお金、使わないっていうか、あんまりそういうの興味ないっていうか、だから別にいいかな、と思ってて、まあ別にいつでも返してもらえるならいいんじゃないか。現金振り込めばいいの？現金なの？現金。現金で。今もらえたら、そう、今、そこの帰り、ちょっと払って帰ろう。振り込んで帰ろうかなっていう。でもできたら。量にバレない方がいいのね。そう、気まずいよね。そっか。じゃあ、どうしよう、バレない方法なんかあるかな。どうしようかな。ただいまー。おかえりー。おかえりー。あ、あ、わかった。ひょうにょ。なんか美味しいの買ってきた？できたよー。じゃあ、ちょっと準備しようかな。あ、ありがとう。ありがとう、ありがとう。あ、そう、その前に飲ませてよ。うん、うん、うん。何買ってきたの？いろいろ。いろいろ？ありがとう。ありがとう。ちょっと待って、待って。いくらだった？え、いいよ。何してたの、二人で。いや、ちょっとね。うん。まあ、今後の話というか。ああ、そうなんだ。何してたんだよ。うん。恋バナ。そうそう、恋バナと。そうそう。そう、人生の先輩としていろいろ。ちげえだろ。違うじゃん。先輩じゃないじゃん。なんでそんなんだよ。いやもうね、10個ぐらい上だもんね。10個ぐらい下だもん。まあそうね。そうね。10個ぐらい下なのよ。うん。ちょっとさ、うん。つーちゃんにさ、相談があるんだけどさ、聞いてもらえる？え、なに？え、なに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 ？ちょっと、翔太には言えないんだけどさ。ああ、翔ちゃんに内緒ね。そうそう。うんうん。50万くらい貸してほしい。あ、50万。ちょうど今日ね、入るんや、俺に。あ、マジで？うん。ちょうど今日、入るから。ねえ、ちょっと待って、何？ちょうどねえ、もう何だ？え？なんでだよ。今日ちょうど。今日もうちょっと、もうちょっともらえるよ。もうちょっともらえるっぽい。なんで？もうちょっといける。もしくは100いけるかもしれん。うん、何？頑張った。いや、なんで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 。ちょっと、それで。え、ちょっと待って。合流しようか。どこ何？それで合流しようかね。はい。どこ？というわけで、ドッキリ、大成功なのかなねー。はい。あ、まさかね。うん。50、俺行き過ぎかなと思ったの、最初に30。あ、もうやだ。やだ。これでも100いけそうやったよ。あ、ほんとに？うん。これ、なんだったら100いくわ、俺。絶対信じない、そんなん。マジかよ、もうやだー。さすがにゲームで50はないぜ。ほんとよ。え、全然気づかなかった。本気でお願いされてると思った。だって量いないんだもん。あー。あ、そうね。それも、ね。しかもありそうじゃん。いいよ。あるあるある。ないよ。ありそうじゃん。いや、別に違うの。ありそうだからいいの。終了。じゃあ。なんだね。あげないよ。じゃあ、50、50で。あげないよ。あげない、あげない。ありがとうございます。あげない、あげない。なんかあった時の。埋めてるの。あ、そうなんだ。そうね。偉いな。なんかあった時に。うん。借りるわ、その時は。うんじゃねえはい、というわけでですね、今回は翔ちゃんに、僕の親友がお金を貸したって、あ、貸してって言ったらどういう反応するかをやってみました。100はいけます。もう気をつけてよ。本当に気をつけ、騙されないように気をつけてよ。詐欺師じゃなくてよかった。普通別にそこまで大きいもんだと思ってなかった。うるさい。はい、というわけで今回の動画はここまでにしたいと思います。面白いなと思っていただければチャンネル登録と高評価のボタンをお願いします。インスタ、ツイッター、TikTok もお願いします。ではまた。